はい、皆さんおはようございます。さて、夜明け前なんですが、今回はですね、白山ビュースポットに、朝日をね、写真を撮りたいなと思って朝早く出かけてきております。まだ夜明け前なんですけどね、まあ、今から行けば夜明けには多分間に合うと思うので、白山もそろそろ多分雪がね積もって白くなってると思うんで、まあ、それと写真をちょっとね朝日で撮りたいなと思って出てきております。でね、今日平日なんですよ。平日なんですけどね、まあ今ちょっとお世話になってる会社さんの、まあ、現場的にですね、まあ、だいぶ仕事の負荷がこう下がっていてですね、まあ、要するに暇なんですね。まあ全く仕事がないわけではないんですけど、まあ、かなりもう人がもう余ってるような感じなので、まあ1日ぐらいね休んでも、まあ、問題ないだろうというところで、ましてやね、あの土日ね、まあ先週になるのかな、うん、あの今火曜日なんですけど、前の土日ねがですね、もうあの雨がすごくて全くこうカメラ触れなくて写真も撮れなかったんで、で今火曜日なんですけど、今日明日が結構天気がいいんですよね。なので、まあ、せっかくなんでも天気もいいし、まあ、仕事も薄いしね、まあ、じゃあちょっと写真撮ったり、まあ、今みたいにちょっと動画撮っていったりね、まあ、しようかなというところで出てきております。あ、まあ、ちょっとずつ明るくなってきてんな。で、まあ、白山ビュースポットって、まあ、仕掛け内に、まあ、何か所かあるんですけど、仕掛け内っていうか、まあ、金沢から白山市から、まあ、加賀市あたりまでですよね。今いくつかあるんですけど、まあ、今回行くのは、まあ、以前もちょっと撮ってるかな、手取川ね、まあ、石川県に手取川っていう、まあ、大きい川があって、そこの、まあ、ほぼ下流ですね、ほぼもう河口に近いぐらいの下流に白山ビュースポットがあるので、そこへ撮りに行こうかなと思います。今日はちょっといくつか巡りたいんで、そこでもうさっと撮って、その後まあいつも通り朝練して、でまたちょっと別のとこ行ってみたいな感じで、まあ、うろうろしようかなと思ってるんですけどね。でしかも私の場合って、まあ、これ当然私の場合だ、個人的な話ですけど、夜、これもう結構言ってるか、夜で歩くってのはあんましない人なんですよ。休みの日であってもね、やっぱりこう朝練をね普通にこうやってるんで、夏場とか4時起きぐらいでもね、鳥さん取りに行くんで、まあもう午前中ぐらいには結構クタクタなんですよね。でそっからさらに夜出るってのもなかなかしんどいんで、ちょっとゆっくりしたいってともあって、夜出るってのはあんましないんで、まあ、だったら朝早く行こうじゃないかってことで、まあ、今日なんかはもう日の出前にね出発してるわけなんですが、あ、やっぱちょっとずつ明るくなってきてんな。まだ日の出まで 3,40 分あると思うんだけど、あ、色変わってきてんな。ということで国道8号線をですね、三河方面、小松方面に向かって走って行っております。まあ、手取川の河口なんで、三河インターですね、石川県三河インターからちょっと小松方面に行ったところにもある感じですね。どうかな、いい写真撮れるかな。なんかね、ちょっとな、今も手持ちの機材だとあんまりなんかいいのが撮れなさそうなんだけど、ちょっとあまりね、私の場合こうなんか朝日撮ったり夕日撮ったりってことをまあ、結局あんましないんで、まあ、たまにはね、まあ、そういうシチュエーションで撮ってみてどうなるかっていうのをちょっと試してみようかなって感じですかね。もうさっきね朝出るとき見たら気温3度でしたからね、そろそろタイヤも変えないといけないですね、めんどくさいですね。
なんで、相変わらずですけど、周りの景色的なものって暗くて何も見えてないと思いますが、本当国道8号線、今8号線走ってますけど、ラーメン屋さんが多いんだよね。本当ラーメン屋さん多いね。ラーメン好きな人いますけど、自分はね、あんまりそもそも外食しないんで、ラーメン屋さんになんてもほぼ行かないですけど、まあ多いっすね。あとお寿司屋さんか、回転寿司ね、回転寿司の店も多いですよね。まあ回転寿司のあの機械ね、あのコンペアの機械のね、まあ石川県がね、あのたくさん知る企業が、作ってますんで、あれどんだけって言ったっけ、シェア何割って言ったっけ、8割9割ですよね、確かね、そこの企業がね、会社名忘れちゃいましたけど、まあなので、まあ、そういうのもあって回転寿司のお店が多いのかもしれないですけどね。最初聞いた時驚きましたけどね、いや回転寿司のあのコンビニの機械を、まあ、石川県のメーカーが作ってるのかと、しかもそんなシェアを、大半を占めるシェアを占めてね、驚きましたけどね。さて来ましたね、二川インターの入り口というか、右行くと三川インターなんで、そっち方面行きましょう。だいぶ明るくなってきたな。なかなかね、昼間走り慣れたら道で見慣れた景色であってもね、夜通ると雰囲気がね全然違ってたりしますからね、それはそれでなかなか面白いですよね。まあ、特にこのなんていうかイルミネーションとかねが綺麗な場所であれば、よりそんな感じしますよね。まあ、こんな感じの殺風景な、ガイドも何もないようなとこ走るようだったら、まあ、昼間走るのと何も変わらんかもしれんすけどね。これね、この効果がなければ、この陸橋の上から白山撮るっていうのもね、結構ポイントとしては良かったのかもしれないですけどね。ちょっと邪魔になっちゃいましたよね。よし、上がって三河方面ですね。三河駅の方になるのかな。多分前も撮影してるんだと思うんだよな。だいぶ明るくなってきたよね。ちょっと入ってるかな、画角に。そうだね、そこに川があって、その川沿いの桜が綺麗なんですよね。そうそう、三河駅かな。あ、ここ駅だね。ここ左行くと三河駅ですね。三河駅も綺麗になったよな。自分学生の頃は結構なんか廃れた感じの駅だったですけどね、今見たら綺麗になってるな。よし、そろそろ手取川ですね。その橋が三河大橋って橋なんですけど、前はその上にもビュースポットあったんですよね。橋の真ん中あたりにビュースポットがあって撮影できたんですけど、今も撮れるか、あ、今も撮れるな。歩行者側は大丈夫なのね。この柵ができたんで、もしかしたら撮れないのかなと思ったんだけど、あ、そっちの中入ればいけるのか、撮れそうだね。こっち側もちょっと行ってみようかな。そっち側に入れば、まあタイミングが合えばね、電車と朝日と白山みたいな感じで撮れるんじゃないかなと思うんですけど。
ーキングがあるんで、パーキングに入りましょう。よいしょ。ビュースポット、あーでもビュースポットのあれはなくなっちゃったかな。あービュースポットのあれなくなっちゃったかな。とりあえず自分が撮りたいのは橋の上じゃなくってこっちね、こっち側にビュースポットが1個あるんでそっちに行って撮ろうかなっていう感じなんですけどね。結構いい感じの色味だね。今アクションカメラで撮ってますけど、なんか紫色に見えますね。手取川の河口です。そこが三河大橋っていう橋ですね。あの上にもですね、どっか真ん中あたりに確かビュースポットがあって、前はなんかあれだな、看板みたいなのもあったと思うんですけど、ここのですね、釣りの監視塔なんてできたんだ。前こんなのなかったよな。やっぱ釣り、あ、なんかあれだな、そういうのが厳しくなったんだな。よいしょ。多分ね、あっちの橋の上から撮るとあれだね、電車と白山とで朝日とみたいな感じで撮れるんじゃないかなと思うんですけど、私個人的にあまりこの高架の電車ってあんまりなんか写真的にピンとこないんだよな。確かにね、釣りしてる人多いんだよね、ここね。結構ね、あっちのなんだっけ、真ん中の中洲って言うんでしたっけ、ああいうところまで行って釣りしてる人もね、いたりするんで、ああ、あんな看板なかったよな。そこに、今この辺に、ここが、この辺に今看板あるんですけど、釣り禁止かなんかの多分看板ですよね。ああいうのなかったよな、前来た時。ああいう看板があると、ねえ、やっぱり、写真としてはね、ああいうの中に入れたくないんで、画角にはね、入れたくないんで、余計撮りづらくなりますよね。ちなみに今日は平日でございます。急遽、休みをね、撮りまして、もう暇なんでね、やってきました。どっから登っていくんだろう。あそこに鳥いるな。詐欺かな。よいしょ。寒いわ。さあ、やってきました。ビュースポット。なんかね、あんまり、こう、しっくりくるというか、いまいち、こう自分の中で納得できるような写真が撮れるような感じはしないんですけど、はい、ビュースポットです。あれがそうなのかな？今正面の。アクションカメラで撮ってるんで、かなり遠いかと思うんですけど。こっち方向の真ん中の一番高い山がそうなのかな？難しいなぁ。ああ、下、あそこの下もや出てるね。ああいうのも絡めるといいのかもしれないけどね。多分なぁ、さっきのあの下の河口のところから、なんかすすきかなんか絡めて撮るのが良さそうなんだけどなぁ。画角的にはこっちなんかな。
多分前もこれ撮ってるんじゃないかと思うけど、はい、こんな感じですね。暗くてちゃんと映ってるかどうかわかんないですけどね。もうちょっとかな、明るくなるまでね。